彼に近づかれるとなぜか胸が苦しく、原因は不明ですが離脱します。その後物陰から彼の一挙手一投足を観察し原因究明に当たります。しばらく話しかけないでください。邪悪なる蛇にしてアスラの王よ、今は見逃しておきますが、何かあればインドラの名代として殺します。おかしな真似はしないように。